ペンシルバニア鉄道 MP85 系電車はバッド車が開発した交流均衡型電車であるパイオニア3やシルバーライナーアイとも呼ばれる1956年にバッド車は軽量化に特化した客車を製作した一両のみ試作したものの鉄道旅客交通の車用化による輸送量低下の結果発注を取ることができなかったバッド車は電車として 再設計することとした。製作された6両の電車はペンシルバニア鉄道が購入し、米国北東部の短距離から長距離まで運用可能な高速系電車として開発。この6両のパイオニア3は北米発の全府州構成の電車となりその総重量は41トンで当時最軽量であった。パイオニア3軽量客車は1956年に 完成しバット車は旅客用車両市場に革新をもたらす一律化となり得る製品であるとした。これはバッド車製のステンレス製飛行艇パイオニア、パイオニアツェファーに続く名称としてパイオニア3と名付けたことからものぞい知れる。中短距離の近郊区間用客車として設計されており、従前の蒸気や機械的なシステムに変え、引き通し線を介した電気的な空調。 枕羽根がインダイレクトマウントの空気羽根で、側枠と簡易な方法で軸箱が固定された高速系台車、至れることごとくせりのラウンジスタイルに開口空気用のような車内、コルゲート構造で強度を増した薄いステンレス製車体が採用され徹底した軽量化に重点が置かれた。その結果車体重量はわずか5万3000ポンドとなり、バットが以前製作した。 最軽量車両の約半分程度に抑えられた。座席配置は2プラス2のクロスシートで着席定員は88名で車内偽装から一切の木製製品を廃止であった。この驚異的な数字は座席間隔を従来の車両より狭くするなど多分に乗客の快適性を犠牲にして達成されたものであった。パイオニアスリー客車のコンセプトカーはデモンストレーションとして 北米各地の鉄道を回ったが、鉄道業界の車用化による需要低下で関心を持たれることもなかった。東急7000系に装着された、パイオニア3系両台車。パイオニア3客車が発注を得られなかったことで、バットの設計陣は、両運転台の郊外電車への改造を行い、ペンシルバニア鉄道に対し、老朽化が著しい m p 十四形、置き換えよとして、提案。 1958年に PRR に引き渡された。パイオニアスリー客車を彷彿とさせるそのステンレス製の車両は PRR でニューヨークワシントン DC、ニューヨークシカゴ間で運用された。座席配置は3プラス2の25列となっており、他の総括制御電車と同様に単行から数量連結まで輸送量に応じて弾力的に運用できた。 パイオニア3の設計最高速度は100ミ、H であったが、営業時の最高速度は約80から85ミ、ah、であった。PRR の長距離列車と同じく密着自動連結機を装備し、ペイオリ、またはウィルミントンの工場で整備を受けた。当初の車両番号は150から155で、偶数車はディスクブレーキ、奇数車は中鉄周の踏み面ブレーキであった。 本社に使用されているパイオニア3台車は、軽量、軸箱と、側枠が一体型の高速系台車である。この台車はバットがその後に追加発注を受けた、シルバーライナーなど、ロングアイランド鉄道、メトロノース、パットコの鉄道線、アムトラックのアムフリートに装着され、最大速度125マイルズパーアワーまで改良された。パイオニア3は、 直角カルダンを使用パイオニア3の設計そのものは確かにその時代において先進的であったものの運行上の諸問題などが原因で長距離運用については GG1 e 系電気機関車牽引の客車列車に置き換えられ早期に終了した1963年にフィラデルフィア地区の通勤路線の体質改善の一環として PRR はバッド車にパイオニア3を さらに改良した車両製作を依頼。パイオニア3をモデルとして新しく製作されたシルバーライナーと命名されたオールステンレス電車はパイオニアから大きく改良されたものであった。前車に空気バネとディスクブレーキを装着した台車をより強力な牽引力のモーター、2列の天井等、及び改良された空調 R 式の密着自動連結機から 電気連結器を加えたものに、騎型に変えて、Z 型パンタグラフとした。PRR 向けに38両が製作され、ほぼ同一仕様の17両が、リーディング鉄道向けに製作された。38両のシルバーライナーが、車席編入されるとともにパイオニア3も、長距離運用から離脱し、フィラデルフィア地区の通勤列車に充当された。 1967年には、セプタと PRR は2代目のシルバーライナーをセントルイスカーカンパニーに発注、最初に納入されたシルバーライナーはシルバーライナー2に、1967年に納入されたものはシルバーライナー3となった。当時はまだ公式にはパイオニア3と呼ばれていたものの、後継車両に合わせてシルバーライナーアイと呼ばれることとなる。 ペンセントラル鉄道への合併に伴い車番が二百九十四から二百九十九に変更される。その頃、ディスクブレーキ装備車は PRR のシルバーライナー2と同様にディスクブレーキをシルバーライナー3と同じ踏みずらブレーキに変更する改造を行った。ペンシルバニア鉄道博物館で保存されていたパイオニア3電車九百七十四年から七十五年にかけて GE 製のシルバーライナー4が納入され、車番が270から303となり、パイオニアは244から248。この頃までに一両が廃車となっていると、改版され、新車及び既存のシルバーライナー2及び、スリーとの混成編成を組んで使用された。プッシュプル式車両と EM7 が打機関車導入で1987年には、セプタは、 パイオニアスリー廃車に必要な車両の確保が終わった。1987年列車衝突事故により、アムトラックが1990年4月1日に北東回廊で運用されるすべての機関車及び自走式鉄道車両に新型の列車閉塞装置の取り付けを要求したため、運用を離脱2000年までウェインジャンクション駅付近に留置されていた。 機関車牽引の客車に改造する計画があったものの、変圧器の PCB 除去やバリアフリー化改造は費用がかさむためそのまま廃車されることとなった。廃車となった5両はコロラド州プエブロのアーフラの試験場に送られ衝突試験に使用、そのうち使用されずに残った2両はストラスバーグのペンシルバニア鉄道博物館に寄贈されたが、すでに解体されてしまっている。 1966年にバッド車とギャレットが連携し、余剰のパイオニア3先行試作車をベースとして、北米最初のガスタービン駆動車を試作した。GT-1 と改版された車両は、電化区間を延長することなく総括制御車による高速運転を可能とする実証実験のために、ロングアイランド鉄道の非電化区間での試験運転に提供された。1位側のデッキは、 運転台、新川には、運転台用の扉のない運転台が取り付けられた。GT-1 は、機械式変速機を介して、出力軸を、各動力軸に接続している。GT-1 は、エライダブルハーで1966年9月から1967年の5月まで、試験が行われた。1969年に、GT-1 は、 都市公共交通管理局からの融資を利用して、機械式変速機からターボエレクトリック式車両に改造され、発電機から電力を供給し 4150HP のモーターで駆動した。GT-2 に再開版をした試験、ガスタービン車両の運転の中に、ニューヨークペンシルベニア駅への乗り入りもあったため、第3機場から直流 700V の終電が可能になっており、 また GT- には直波制御機を鉄道車両で最初に搭載したことも注目に値する。パイオニア3改造の GT- には1969年11月から1970年12月まで試験された。ありがとうございます。